ヘイマンデーとは、アメリカ・フロリダ州出身のポップパンクバンドである。ボーカルが女性であり、所属レコード会社が、ピュエルド・バイ・ラーメン系列のディケイデンスレコーズである。ことから、パラモアの二代目と目されている。高校卒業したのを機に、キャサディーが中心となり2007年に結成。結成当初は、ブレイクというバンド名であったが、新しいバンド名を公募し、現在のヘイマンデーへと改名している。 その後、本国アメリカで2008年10月に、ファーストアルバム、ホールド・オン・タイトでメジャーデビューを果たす。2009年2月には、ホール・アウト・ボーイのオープニングアクトで初来日を果たす。そして同年6月には、メトロ・ステーションとコーパと共に2度目の来日公演を行っている。また、10月にはエリオットがバンドから脱退している。11月、 アナマックス・ミューザックスとメンバーの成人を祝うイベント、へい。アダルツデー大人の階段登ってます出演のため、この年3度目の来日を果たす。2010年、8月17日ミニアルバム、ビニースイット・オールを発表。8月23日に、ジャージー・モリアーティが脱退を表明した。ボーカルのキャサディは、ザ・キャブともコラボしている。2011年、バンドは、 ニューアルバムの制作を開始。2月8日にキャンドルズ、12月11日にザ・クリスマス・ EP を発表した。さらに、テレビドラマフリーでは楽曲キャンドルズが使用された。12月、バンドが活動休止となることが発表された。ありがとうございます。